高校だってあれです。僕はあんまり目立ってないですから、高校で。ひっそりと陰で生きてますよ。今のように。あんまり同窓会でもあんまりあれですけど、浪人してましたから。あんまり目立つタイプではないっていうと、まあ、こう中学時代ですからね。ということでございます。何か僕はとにかく製品が作りたい。一つでいいから作りたいんです。もうたった、まずはこの金を儲けないといけないですけどね。まずは資金100億ぐらいないといけないですけど、1億ぐらいですから、資本金何千万ってよく聞きますので、何千万ぐらいは実は家にあるっちゃあるんですけど、ね、もう生活していかなきゃいけないです。それは確保しておかなきゃいけないです。もうなんか製品、売れるような製品。も大衆迎合ってなんか言ってましたけどね、なんかゲームみたいなの作って売るっていうのはありますよ。僕、任天堂批判するわけじゃないですけど、ちょっと大衆迎合的なとこもありますよね、ゲームなんか作って。まあ、ゲームが正しいって言えば正しいんですけどね。あんなね、もっといいものを作って、ポジトロンエミッション。ともかく、育成 CD とか作って売るのがまともな生き方じゃないですかね。まともな生き方。ゲームも楽しい。いや、でも僕ゲーム大好きですよ、小学校。小学校ドラケン超やってましたからね。並んで買いましたから。エリックさん、あの、大久保のとこにありますけど、僕超ドラクエ好きです。もう並んで買い、探してもらって買ってやってぐらいですから。ドラクエ超好きだったんですけども、高校の時に東京で、あの、ドラクエやった時全然面白くなかったです。もうあれで僕も、あれで終わったんですよ、ゲームは。それ以来全くゲームやってないという。ゲーム、今もってあまり、まあテトリスはちょっとハマりますけど、あとゲームセンター、時計は、あの、山口の塾の前に、あの F1 ゲームを超僕やってます。ゲームセンターで。セガの。あれ以来やってませんね。あの時は超大好きでした、F1 が。もう、ホンダの F1 が復活するようですけど、もう僕、マクラーレンホンダ大好きですよ。あの、F1 のゲーム超あれ、良かったです。ですけど、もうあれ以来やってないで。全然ハマってないで。だからってゲームが嫌いなわけではないですね。シビアで。ちなみにうちの兄っていうのが全くゲームやってなかったんですよね。今、富士通でコンピューターやってますけど、僕、ファミリーコンピューターっていうのは家にありましたけど、ファミリーコンピューターのなんか、あの、キーボードもありましたけど、あれでちょっとプログラミングみたいなことをやってましたよ、僕。当時から。ベーシックマガジンっていうのがあって、なんか岩崎くんっていうのが、パソコン少年でなんかゲームを作ろうっていう企画があったんですよ、小学校で。うん、企画倒れになりましたから、あの頃、ちょっとプログラミングみたいなのをやったんですけど、そこまで入らなかった。そこまでのめり込まなかった。もうちょっと損しましたね。家の前のゆくてくんのが NEC のあれを持ってて、岩瀬くんが先頭になってパソコンをやってるんだ。それでもプログラミング、昔ベーシックマガジンっていうのがあって、まあ、ベーシックっていうプログラミング言語があったんですけどね、昔の人はベーシックで、コモルとかベーシック。あれプログラミングちょこっとやったし、あんまりハマらなくて、僕ラジコンも同時にやってましたけどね、なんか、工学系と情報系。まあ、あの子はパソコン、FMV で南の横さんが FMV で富士通やってるし、全くパソコンに興味なく、ファミコンに興味なかった兄が富士通に入って、僕パソコン、ファミコンでプログラミングもちょっとやっていた僕は、あんまり富士通には入らないって。いや、ファミリーコンピューターの業績は多いと思います。大きいと思いますね。なんか、伊集院光さんがなんか昔の池袋の話をして、田端に住んでいて、サンシャイン60の話をしてて、よかったですけど、昔の話も、ちょっと面白いかもしれませんね。昔、まあ今ゲームばっかりしてる少年少女がいますけど、
まあ、悪くないと思います。みんなやったんですよ、ゲームを。えらいことがしました。僕もやったんですよ、ゲームばっかりしてたんですよ、勉強もしない。まあ、ゲームが勉強って、認定動作は素晴らしいでほしい。呼吸不良で。ドラクエは素晴らしい。今もって素晴らしいです。悪魔を倒すのが素晴らしいです。しかし、大人は、悪者を作るのが大人って最近気づきましたね。敵を作るのが大人の仕事なんです。だから、大人っていうのは強大な敵にならないといけないですね。ゲームを作らないといけない。僕は強大な敵です。ドラゴンです。皆さん、ここ倒してください。牛尾電機が欲しがしょう。牛尾電機の社長がこの間出てたじゃないですか、プライムニュースに。牛尾電機、こういうレーザー商品を作って、牛尾電機の社長、何かお仕事したいっていうか、野田進先生を反応することができます。東芝、ハータナさん。東芝のこと、高井くんよろしくお願いします。高井くんは、パシフィックくんは、高井くんの人柄の良さは天然です。昔は背が低かったんで、低いくんって僕が言ってました。いじめてやないです。からかってました。高井くんはトイレが異常に長くてですね、子供の頃。トイレがすごい長かったっていうのを思い出して、遊びに行ってもトイレに入って長く出てこないっていうのが、高井くんでしたからね。よく遊んでました。あの人の人柄の良さは、あれですよ。ちょっと高校の時ですね、中学の頃に高井くんが、生徒会の委員になった、新聞委員になったんですよ。僕は何の生徒会の委員にもなれずに、ちょっと抜かされた気分でして、僕、ムカついたことがあったんです。高井くんに。なんで、俺が生徒会の委員にならないんだって怒ったことがあるんです。高井くんは、ちゃっかりと新聞委員になってました。その代わり、東京には、いや、あれですけど、親は来れませんでしたけどね。ね、高井くん、東芝、もしいるなら、阪大の修士まで行ったという、高井くんです。高井くんの人柄の良さは、あれです、お墨付きです。お墨付きを与えてる。人柄は言うんですけど、ちょっとパワーがない。知りませんけど、何の根拠もないですけどね。よろしくお願いします。高井くんと小山さんが一緒に学校に入ってきたの僕は覚えてます。あの、小山さんと高井くんは僕が小学校2年の時に2人並んでこの転校してきたんですよ。だから同レベルなんです。卒業アルバムで高井くんと小山さんが隣同士になってますよ。だから、小山さんと高井くんは、なんか結ばれてるんじゃないですかね。わかりませんけど。小山さん、高井くんが好きなんじゃないですかね。高井くんと小山さん、結婚すればいいと思います。同窓会のマニアック、極めてマニアック情報です。阪大大学院と慶応の博士、よくわかる博士、あの人の博士。僕、高井くんと会うと思います、大山さん。高井くん、人柄がいいですからね。大山さんの人柄はわかりません。